小笠原選手ちょっと筋トレもしていきたいみたいな話もありましたけれども、ちょっとどういうところ、やってると気が楽ですからね、はい、だからこれはね筋トレやるのもいいけど気をつけなきゃいけませんよね、うん、ただただマッチョってこうねこの太くなればいいってもね、はい、ピッチャーに大事なっての大事なことはやっぱり柔らかさですからね。そうですよね、だからそれを絶対に忘れちゃいけませんよってこと、だからやり方を間違えちゃいけませんよってことですよね。あの昔ね、あの今もあの楽天の編成にいらっしゃる福田さんが二軍監督時代に聞いたことあるんですが、やっぱりあのピッチャーというのは変に筋肉をつけすぎてしまうと乳酸が溜まって動かなくなるので、この絶妙のバランスで筋肉つけるのがとっても難しいっていう話を教えてもらったことあるんですが、だからもう名前挙げてもいいと思いますけど、今楽天のコーチやってる与田、はい、いるでしょ、はい、与田はあのマッチョになって失敗ですもんね。あ、確かにそうでしたね。柔らかみは全然なくなっちゃって、はい、ボールは速いんだけど、回転力がない、キレがなくなっちゃって、で結局ダメだったですよね、はい、だから新之助もそうですよ、キレのピッチャーですから、はい、だからちょっとキレがないとホームラン打たれやすいピッチャーですよ。これも私も一緒ですもん。でホームラン多かったでしょ、はい、でホームランなんかつきもんですから気にするなとは言いたいけど気になるんですよね本人はね。まあね、うん、だから私の経験で言うと、もうずっと最初から最後までホームランは10イニングに1本で済ませようっていうのは一つの目標だったですね、はい、ということは130イニング投げたら13本に止めとこうっていうやつ、はい、だから新之助は100ちょっとでしょイニングね、はい、それで21本だったかな昨日のね、うん、これもちょっと多いかなっていう、だそういう自分で目標を立ててそれを達成すると数字はいやおなしについてきますよっていうね、うん、そういう風にやってってもらいたいかなっていうホームランについてはね、はい、はい、まあ、小笠原がですね、まああちこちから聞かれた声が一軍に戻ってきた時にちょっと太すぎるんじゃないのっていうの ね言われやすいよね。私なんかもう全然気にしないそんなに。ああそうですか、はい、じゃあ小笠原今度細くなったら力出ないですよっていう話もできますからね。ああ、はい、これであの顔が太り顔ですよねまずね、はい、太り顔、それで日本語にはいい都合のいい言葉があって、はい、小太りってのがあるんですよ、はい、小太り、はい、で小太りの選手っていうのはある程度太くないと力が出ないわけですよ、はい、だから太くたっていいピッチャーいっぱいいましたって。あ、じゃあ江夏さんが例えばですよ昔の、はい、申し訳ないけど、はい、江夏さん痩せろって言いましたみんな言いませんね。言いませんってあの出たお腹をね、そうでしょ、ガラッて足上げて投げるところが江夏ですもんね。その彼太ったって何でも体が柔らかかったもん。柔らかかった、で新之助もあの何関節柔らかいんだから、はい、もうそんなに気にしなくてもいいと思う。ちょっと汗かきすぎかな、ゲーム中にちょっと水飲みすぎかなっていうのも、うん、ありますけど見ててね、で汗かく割にはアンダーシャツがこの袖が出てないなとかね、それはもう指先まで血が流れて、あ、血だって汗が流れてきて、これでボール投げるのにちょっと支障あるんじゃないかっていう。これシーズン中もね小笠原投げてる時に解説していただいて、はい、ましたね、その話してくださいましたね。しましたね、できれば七分袖で投げたらいいかななんて思いますね、はい、やっぱり指先の微妙な感覚でねボールいろんな球種投げるわけですから、はい、やっぱ汗ってものすごい影響しますよね。しますね。で汗かきですしね、で拭いても拭いても治りませんから、あのマウンドにある白いロジンバッグじゃ、はい、あれじゃ間に合わないですよ。そうですか、はい、そこまでなんですね。間に合わないです。はな、うん、そういうの注意したらした方がいいんじゃないかなと思います ね、はい、まあ言ってもまだ高校出て2年目ですからね。そうなんです、一つ一つね、はい、必ずエースになりますから左の。そうですよね、はい、小笠原選手ちょっと筋トレもしていきたいみたいな話もありましたけれども、ちょっとやってると、やってると気が楽ですからね、はい、だからこれはね筋トレやるのもいいけど気をつけなきゃいけませんよね、ただただマッチョってこうねこの太くなればいいってもね、はい、ピッチャーに大事なっての大事なことはやっぱり柔らかさですからね。そうですよね、だからそれを絶対に忘れちゃいけませんよってこと、だからやり方を間違えちゃいけませんよってことですよね。あの昔ねあの今もあの楽天の編成にいらっしゃる福田さんが二軍監督時代に聞いたことあるんですが、やっぱりあのピッチャーというのは変に筋肉をつけすぎてしまうと乳酸が溜まって動かなくなるので、はいはい、この絶妙のバランスで筋肉つけるのがとっても難しいっていう話を教えてもらったことあるんですが、だからもう名前挙げてもいいと思いますけど、今楽天のコーチやってる与田、
はい、いるでしょ、はい、ヨダはあのマッチョになって失敗ですもんね。あ、確かにそうでしたね。柔らかみは全然なくなっちゃって、はい、ボールは速いんだけど、はい、回転力がない、キレがなくなっちゃって、で結局ダメだったですよね、はい、だから新之助もそうですよ。キレのピッチャーですから、はい、だからちょっとキレがないとホームラン打たれやすいピッチャーですよ。これも私も一緒ですもん、ホームランについてはね。はい、はい、まあ、小笠原がですね、まあ、あちこちから聞かれた声が一軍に戻ってきた時にちょっと太すぎるんじゃないのっていうの ね言われやすいよね。私なんかもう全然気にしない、そんなに。ああそうですか、はい、じゃあ小笠原今度細くなったら力出ないですよっていう話もできますからね。あ、なるほど。それであの顔が太り顔ですよね、まずね、はい、太り顔。それで日本語にはいい都合のいい言葉があって、はい、小太りってのがあるんですよ、はい、小太り、はい、で小太りの選手っていうのはある程度太くないと力が出ないわけですよ、はい、でホームラン多かったでしょ、はい、でホームランなんかつきもんですから気にするなとは言いたいけど気になるんですよね、本人はね。まあね、うん、だから私の経験で言うともうずっと最初から最後までホームランは10イニングに1本で済ませようっていうのは一つの目標だったですね、はい、ということは130イニング投げたら13本に止めとこうっていうやつ、はい、だから新之助は100ちょっとでしょイニングね、はい、それで21本だったかな昨日のね、うん、これもちょっと多いかなっていう。だそういう自分で目標を立ててそれを達成すると数字はいやおなしについてきますよっていうね、うん、そういう風にやってってもらいたいかなっていう。ほんま太くたっていいピッチャーいっぱいいましたって。あ、じゃあ江夏さんが例えばですよ、昔の申し訳ないけど江夏さん痩せろって言いました、みんな言いませんね。言いませんって。あの出たお腹をね、そうでしょ、ガラッてって足上げて投げるところが江夏ですもんね。その彼太ったって何でも体が柔らかかったもん。柔らかかった、はい、で新之助もあの何関節柔らかいんだから、はい、もうそんなに気にしなくてもいいと思う。ちょっと汗かきすぎかな、ゲーム中にちょっと水飲みすぎかなっていうのも、うん、ありますけど見ててね、はい、で汗かく割にはアンダーシャツがこの